はいどうも、レハイです。お願いします。はい、本日はちょっと雨なんで屋根がある場所で、撮影してるんですけれども、昨日イベントでちょっと持ってって使ってはないんですけど、まあ、イベント参加した人だったら見たかなっていうグローブが届いたので、そちらをご紹介させていただこうと思います。それが、はい、こちら絆グローブのオーダーグローブが届きました。いい色ですね。ブロンドにサックス系の色で、もうユサさんに頼み込んで無理な言葉でやってもらっちゃいました。はい、で特徴なんですけれども、まずウェブ、こちらが2ピースのウェブで、まあ、オリジナルウェブになります。型番に載ってないんですけれども、なかなかないような、まあ、最近の流行りだと、まあ、伊藤大海選手とかも2ピース使ってるんですけども、これ作った時はまだまあ伊藤選手も、プロ入ったぐらいだったのかな。オーダーした時は、入ったぐらいだったので、まあ、そんなに注目もされてなかったし、まあそれまでだと大谷翔平投手ぐらいしか2ピースって最近だと使ってなかったので、まあ、ちょっと、まあ、昔のものってイメージがあったので使おうかなと思いまして、でただ普通の2ピースだとちょっとつまらないなっていうので、こういったところに紐を入れられて、まあ、今紐は他の色でも大丈夫なので、まあ、そういったところでちょっと工夫の方させていただきました。バックスタイルがジョイントなのかな、これはファーストバックみたいな形のもので、まあ、ここでも分けられるので色が出るので、こちらを採用させてもらって、であとここの屈曲がしやすいというのと、背面も一応紐通しで、なおかつ王冠スタイルと背面も少し遊ばせてもらってます。で一番の特徴が縦横閉じになってます。ここが縦で本来ある横閉じ、どっちも入ってる。ロッテ、大峰投手が確かこういう使い方してたりとか、もっとヤクルト松岡投手とかも確か縦横閉じだったような気がするんですよ。でどういうもんなんだろうなと、元もともとこれ水野さんでやってるんですけど、全く分かんなかったので感覚が、まあ、使ってみたいなって思いましてやってもらいました。硬いんですよね、絆さん。全然初期段階で閉じないので、まあ、結構長く時間かけて片付けしていこうかなと。どうも、鈴木です。はい、よろしくお願いします。いいね、ちょっと見てください。見てますよ。ピッチャー用じゃないですか。おうおう、ピッチャーの翔平さんにいろいろと。いや別に何も分かんないけどさ、でも硬いねこれ。硬くない？まあ僕の絆を買う理由となったのは、まあ、翔平さんじゃないですか。いや、どうも。いや、だ翔平さん持ってるじゃないですか。まあ持ってますけどね。あれも硬かったですよね。いや、そんなことない。あ、そうなんですか。うん、スチーム入れる前は硬くない、硬くない。へぇ、軟式だし薄めだなと思ったけど、これ硬いんだぜ。ここ、わかる？ここやっぱ土手が効いてるのかな。ここ鬼硬い、やば。縦横閉じだからさらに硬くなった。これ掴めんのこれ。いや、全然掴めないですよ。昨日キャッチボール使ったけど、こうやって取りました。やば、これ多分俺のと違うわ。1年、2年前、1年前か、1年前か、まあ、だから、そこからちょっと皮とか加工とか変わったのかもしれないです。変わってる、変わってる。で、まあ、皮自体は公式用みたいな。あ、そうなの。うん、まあ、なんで、それもあったのと縦閉じで、さらに硬くなってるのかなって。だから握りたい人はいいかもしれないです、縦横閉じて。確かにね、かなり硬いグローブが好きで思いっきり握りつぶしたいっていう選手はいいかもしれないです、縦横閉じも。これなんかさ、外野手がやるやつじゃないですか、背面なんとか。ああ、背面紐通し、うん、結構でもピッチャーとかやってる選手多いやってんだ。千賀投手とかもう背面紐通しでやってますし、メジャー行ってた時の田中投手もやってたんじゃなかったっけ、やってなかったっけなって感じ。その辺どうですかね、視聴者の皆さん、はい、教えてほしいです。まあ千賀投手は 100% やってました。ああ、まあ、なるほどね。井川投手もやってた気がするし、でかいじゃないですかピッチャーやって。こういったところがどん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 丸くしてくピッチャーの方だと空いてくるじゃないですか。そういったところを背面紐通しにして隠すみたいなのもあるのかなって、あくまで持論ですけど。なるほど、はい、これ下で当たるとめちゃくちゃいい様子なんですね。なんか俺が作ってもらったやつよりすごいなんかいいね、やっぱ。俺のはさ、もうさ、カラフルでさ、絆グローブができ始めて、ほんと次ぐらいだったんで、視聴者とかの人に、どういうカラーのカバーができるのかっていうのを、見てもらうために、ああいう感じの色にしたんですよ。はいはいはい。こういう色できますよ、こういうあの柄できますよ、みたいな、うん。っていうのあったんで、こういう無地はやっぱ俺憧れるね。逆に、でも僕も、こういうオリジナルウェブできますよとか、ああ、こういうバックスタイルもできますよとか、それって良平さんだからね。いやいやいや、あの対応します、してくれるって言ってたんですよ。本当ですか、値段上がってますか。あ、まあそうですね、ウェブに関しては、うん、オリジナルウェブだと対談の仕方によって値段は変わるかもしれないっていうことは言ってましたね。いや、でもいい、すごいね、本当にしっとりしてる、もっちりしてる。うん、
塗ったんすか、まさか。ダナックスのあれ。いや、まだっすよ。まだ、まだっすか。ちっちゃいよなで、まあ基本塗んなくていいかなっていう。まあまあそうっすね。で、しかもしっとりしてるんで、うん、イコール最初から油が多い、うん、っていうイメージがあるので。確かにすごい油分多そう。王冠スタイルのところの、この、なんていうのこれ、ヘリス、何ですか、はみ出し。はみ出しさ、色変えなかったんだ。は、これ結構注意点があるんですよ、うん、軟式野球の大会、うん、まあ連盟に限るんですけど、は実際これ本体同色か、切りはみの白じゃないと、自然色じゃないといけないと。そうなの。プロ野球選手は OK なんですよ。プロ野球選手じゃないね。違う。おかしいおかしいおかしい。お腹痛くなっちゃう。そんな。なんで、皆さん結構オーダーするときに玉はみで色違うグローブ投手用で作られてると思うんですけど、厳密に言うとアウトです、あれ。へ、僕も YGS は色違うんですよ、うん、ただあれもちょっとからくりがあって、実際には同系色っていう、うん、ネイビーと青だから同系色っていう風にずるしちゃってるだけなんで、まあ実際グレーゾーンです、あの YGS の、まあ、なんでオーダーする際、軟式、まあ、草野球の方で連名でしっかりやられてる方は気をつけた方がいいです、うん、翔平さんも実際はあれ色違いますよね。色違うけど、青い連名投げてないってな。まあまあ、全然大丈夫。だからオープン大会だったら大丈夫です、うん、そんな厳しいオープン大会じゃないけど。そうですね、連名用、オープン大会用とかでグローブをこう分けれない人もいるじゃないですか、中には。はいはいはい。グローブ買えなくて、高校時代から使ってるグローブをずっと使ってるって人が、うん、まあ、必ず言います。はい、よく聞くんで、いるんですよ。その人が例えば軟式をオーダーしてみようかなってことで、はいはいはい、なんかオーダーしたり購入したりする場合はちょっと注意した方がいいかなっていうところで。そうです、本当に。で、はい、さらに僕親指に刺繍入れてないんですよ今回。ほら、ここも、まあ、入れてもいいんですよ実際は。投手用は確かここだけ入れてもよかったんですけど、同色じゃないといけないっていう。手のひらのところ、ここだけに入れたって感じで。すごいね、そういう感じね。はい、まあちゃんと大会で使えるようなのを1個作っとこうと思って、それで作りました。すごい。まあ、ってことは、両平さんはこれからも野球チームしっかりこう、ね、入ってね、やめたりせず入って、ちょっと、これを見ない。はい、いいよ。もう、オーダーしてるからね。これ、オーダーしたってことは、なんか連盟でも投げますよっていうアピールでもあるんで、うちのラガーズの監督さん見てましたら、はい、すごいやる気なんで、はい。はい、頑張ります。よろしくお願いします。まあ、いろいろありますからね。言えませんが、いろいろありますからね。あと特徴ってなんだろうな。あ、思ったのが、スラッガーさんとか、ウェブの中に、裏側の中にレースが入ってる、Z さんとかにもあるウェブなんですけど、その紐って同色じゃないといけないんだなっていうのは初めて知りました。スラッガーさんで言うと、スケールウェブだとか、紐がクロスになって、紐だけでなってるウェブとか、Z さんのこういうウェブもあるんですけど、全然わかんない俺。片岡選手が現役の時に使ってた、ウェブとかって、あのヨガの人、それ鶴太郎か。鶴太郎、違う、安いですか。は、あのスケールウェブとか、Z の時はこういった裏側に紐がバーって入ってるやつだったんですけど、それは紐は、そこに使われてる紐は同色じゃないといけないんだなっていうのは、このグローブ作ってて初めて分かりました。ここは紐の色変えられないんだっていう、ルール的に多分本体と同じっていう意味になるのかなっていうのがあったんで、紐使うところは基本的にサックスにしてくださいっていう頼んで、まあ、でルールで使えるようにしてくださいっていう風に頼んで、まあ、ここだけ紐が違ったので、皆さん逆にスラッガーさんとかでオーダーするとそこの紐の色も選べるんですよ。ってなると間違えて、まあ投資用でじゃあウェブの色全部紐だから変えてやろうっていう考えをする方がもしいたら、やめといた方がいいよっていう、ルール的に使えなくなるっていうのがあるんで。はい、ということで、まあ、この絆グローブ、この前の、ショーケーズのイベントでもちょっと告知してた、ゆささんが、はい、作ってるんですけれども、そうですね。はい。絆さんのインスタグラムを下に、概要欄に載っけておくので、まあ、皆さんちょっと気になった方はぜひ、そちらの方、このグローブも、はい、DM してもらって、はい、このグローブ、投稿されてますもんね。はい、うん、されてたりとか、いろんな、他で言うと、まあ、もちろん、翔平さんのも。俺でも、こう結構古い方に行くとあるし、最近のでなんかマッキン金のグローブ作ってたりとか、もう見ましたし、はい、あとはエガのグローブも載せてますもんね。いいよね、あれはちょっと、あの、モザイクで。で、ここで、まあ、ちょっと特典じゃないんですけど。これね、嬉しいんですよ。通常、この、グローブの色、カラーね、2色までで23,000円プラス税なんですよね、はい、ところがまさかのこの翔平 TV を見たと
連絡をすると3色まで値段変わらず23,000円でいけますんで、ここはちょっと使ってもらって3色使いたい方は使ってもらって、そうですね、まあ野手の方だったら何色使ってもルール上は使えますから、ね、そうでしょ。なんで絆グローブのインスタに連絡をしてもらって、ここでねあのオーダーしてもらって、はい、翔平TV を見ましたとオーダーしたいですと言ってもらって、はい、お出しください。はい、お願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。おっとプレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。